三島村役場は、日本の地方公共団体である、鹿児島県鹿児島郡三島村の執行機関としての事務を行う施設である。本庁舎は、鹿児島市名山町に設置されており、日本の町村役場としては、数少ない自治体の外に設置されている役場の一つとなっている。薬島の北西部に点在する上島を村域と、する。 三島村は南方に位置するトから列島と共に、薩摩国川辺郡に属し、川辺郡豊島と称されていた。川辺郡豊島は、廃藩地県で、鹿児島県の所属となったが、離島が点在し運輸、通信の円滑な実施が困難であることから、町村制を施行せざる当初指定の県に基づき、自治体は設置されず、奄見大島の金久市長が管轄することとなった。 1897年には所属の軍が、旧薩摩国川辺軍より、旧大隅国大島軍へ変更となった後、1908年4月1日に、当初朝村制の施行でようやく上、三島とトカラ列島を損域とする大島軍、豊島村が発足した。豊島村役場は当初、トカラ列島の中の島に置かれたが、1945年の太平洋戦争終結後に、 連合国軍総司令部は、北緯30度線以南の接収を宣言し、1946年2月2日をもって、トカラ列島は、アマミ軍島と共に、アメリカ合衆国の市政権下に置かれることとなった。この結果、豊島村は日本に帰属する上、三島とアメリカ施政権下のトカラ列島で分断されることとなったため、役場を失った上三島は、 豊島村の分村を決断し、2月11日に、黒島において、三島村設立委員会が開催され、村長臨時代理者の専任と鹿児島市に役場を設置する旨を決議した。2月24日に、豊島村仮役場を、鹿児島市稲荷町12番地に設置。会長時の役場の職員は3名であり、鹿児島県知事によって、 村長臨時代理者が発令された。1947年12月25日に地区長52番地へ新たに庁舎を建設して移転した。1952年2月4日にトカラ列島の区域は奄美群島に先立って日本へ返還され、2月10日にはトカラ列島を領域とする豊島村として新たに発足した。新 豊島村が発足したのと同日、すでに旧豊島村からの分尊手続きを進めていた上、三島も三島村として尊政を施行し、鹿児島市に置かれた豊島村狩役場がそのまま三島村役場となった。三島村が鹿児島市に役場を開設してから4年後の1956年には、豊島村役場も中野島から鹿児島市へ移転。 1968年6月10日には新庁舎が落成。1981年に庁舎の改築が行われた。1973年には三島村、豊島村とも揃って大島市町の管轄を離れ、鹿児島県庁企画ぶり伊藤信仰課の直轄地域となったことに伴い所属の軍が大島軍から鹿児島軍へ変更されている。 三島村役場は分村当初から、竹島、伊王島、黒島の友人3島で不公平感が生じないよう、またいずれの島においても、島民の経済、生活全般の拠点が、県庁所在地の鹿児島市となっている等の事情に、神神、役場を、鹿児島市と、村内各島を結ぶフェリーが発着する、鹿児島港本港南府島の近くに設置している。これに伴い、 現存する日本の市町村では唯一、村の発足当初から一度も、役場を自治体の区域内に設置したことのない村となっている。役場が村内にないことで、村の職員は大半が鹿児島市に居住しており村に税収が入らないなどの問題点も指摘されているが、旧豊島村時代に中野島へ役場を置いていた豊島村とは異なり、三島村では役場を、 村内のいずれかの島に移転する具体案は浮上していない。役場が村外にあり選挙管理委員会の所在地も役場と同一であることから村内で執行する選挙は村に属する各党から鹿児島市の役場へフェリーで投票箱を運搬するための時間を考慮し定例的に通常の期日より3日早い繰り上げ投票が行われる。この措置は 豊島村及び三島村に近接する口の選ぶ島でも同様に実施される。災害などの理由で仮移転した場合を除く常設的なものとしては三島村の他に概要の項で解説している豊島村が鹿児島市に沖縄県八重山郡竹富町が石垣市に役場を置いている。過去には青森県下北群東通村も隣接する陸市に 村役場を置いていた。2011年8月現在の人口は黒島が最も多い。また、本土との定期便は開設されていないが、伊洋島に村営の飛行場が設置されている。青森県下北郡東通村も村の成立時から役場を村外に設置していたが、1988年に村生100周年を記念して村内へ役場を移転した。 ありがとうございます。